11月26日中野ベモノペティのライブありがとうございました。30分間ということで、かなり上手い人ばかりで、ハードルがすごい高くて、今年一番心が折れそうになったんだけれども、元気になりました。ありがとうございます。みんな来てくれてありがとうございます。ということで、新しくこちら滋賀の歌の缶バッジ、すごいつけやすいです。こちらも500円で販売しております。よろしくお願いします。だってそれ来てくれなかったのに、来てくれなかったのに、今日はスキドル、カラオケ招き猫のスキドルの、ポイントの特典というものがイタリには実はありまして、それでね、ご飯を作るっていうのがあったんですね。それで私今日ね、ダダン、おにぎりを作ってきました。イエーイ。はい、人のためにおにぎりはなかなか握らないのでいいですね。しかも3個前普通でしょ。で、全部入ってるのが違います。で、ちょっと今日はご飯固めすぎたかなって、私ちょっと固めが好きなんですけど、一番でかいのこれです。はい、ということで、このおにぎりを、はい、口元まででお願いします。はい、これを早速食べてみて感想言ってください。 そこまでが今日の動画でございます。よろしくお願いします。はい、いい感じにね、包まれてますね。何だか想像しないでください、ね。はい、臭そうじゃない、臭くない。いやいやいや、おかず感がすごい。はい、ということで。はい、ということで食べてください。いただきたかしらねー。はい、どうぞ。どうですか、イタリアの手料理の味は。あれあれ、おかしいな。あれ、これ何だと思いますか。なんだこれ。これは豚の生姜焼きが挟まったおにぎりです。あれ、イタリアの得意料理、豚の生姜焼きですよ。あれ、おかしいな。あれなんか、あれ、なんでその反応、美味しくないかな。あれ、おかしいな、美味しい。あれ、美味しい。あれ、おかしいな。あれ、どうですか。あれ、これは、じゃ、これは、これは、これ、ほかほかの、これは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 、やっと分かった。何、美味しい。美味しいね。あ、美味しい。でも硬い。美味しい、いただきました。そう、硬いですよ、今日ご飯。あげます、これ。中身何？わかんない。食べて。はい、食べてください。カメラマンさん、食べて。はい、これ昆布。昆布。他にも入ってるから、これは、持って帰ってください。はい、ということで、以上、おにぎりのコーナーでした。バイバイ、ありがとうございました。次は、11月29日水曜日、ゆうじちゃんのライブに出ます。よろしくお願いします。あと12月の30日もね、今年最後のライブもあります。よろしくお願いします。ありがとうございます。 YouTube のチャンネル登録お待ちしてます。ありがとう、バイバーイ。しーがー